冬夏秋春が月刊ララ、白戦車で連載中のコミックを元にするゲームアプリアイドル DTI より脱衣グッズの発売が決定。また、ウェブラジオ裸地オイズビも総合エンタメアプリマンガパークにてスタートした。アイドル DTI はリズムゲームとアイドル育成を融合した新ジャンルのゲーム。原作では脱衣アイドルと称された男性二人組のアイドルコンビが 相方を脱がせ、脱がされながら、ライバルたちと脱衣の美しさなどを競い合い、アイドルとして消化していく姿を描く。発売が決定したグッズは、キャラクターのセクシーな姿をデザインに落とし込んだ缶、バッジ、アクリルギーホルダー、スマホケース、レザーストラップ、キャラパスとなっている。缶バッジは、東京、池袋のステラワースにて10月5日より先行販売され、 その他のアイテムの予約受付も行われる。ウェブラジオのパーソナリティを務めるのは、黄金尊役の畑中優と、深紫塩音役の浜野大輝だ。みんなのために、俺が脱ぐ。王道、邪道泉、ビューティフル、リスナーの価値は、脱衣で決まる。などの脱衣をテーマにしたコーナーが目白押しの番組は、毎週木曜日に更新される。冬夏が手掛けるコミックの一巻は10月5日に、 2巻は11月2日に発売される予定。また CD アルバムラビリンスが10月18日に発売となることも明らかになった。